こんにちは。こんにちは。こんにちは。セクシーにしていきたいなと思います。どうしたらいいのかなって考えるんですけどね。そこはプロの大先生にちょっと聞いてみたいなと思います。すごいっすね。豪華ですね。豪華なんですか？ゆいちゃんが実際に今回いろいろパーツ一個一個つけてもらったんですけど、お実際につけてもらったパーツをそのまま視聴者プレゼント。すごい。贅沢。いいんですか？いいです。応募条件あります。実はこれまでの動画の中でキーワードが入ってたんですけども、はい、気づきました？気づきますね。はい、今日はなんだ。今回は可愛いクマちゃんです。これすごい衣装とマッチングしてませんか？確かに。いや似合ってますね。似合ってます。まずヘッドライトのテールランプになるんですけれども、まずデザインの変更ですね。このもともとついてる純正のライトからデザインが変わるんで、一気に車のイメージも変わりますし、視認性の向上も得られると思います。もうそれはテールランプも同様になりますね。あとはマフラーも交換するっていうところになりまして、排気効率の向上、エンジンからの、排気した排気が流れが良くなるんで、出力のアップと、あとは音が大きくなるんで迫力も出ますし、そんなようなところになりますね。で今回ちょっとハードルが高くなるんですけど、そこはもう僕がきっちり教えますんで頑張っていきましょう。お願いします。特徴はですね、今回このまずヘッドライトからになるんですけども、ハウジングっていうと、この中ですね、中がブラックになってるんで、うん、まあ、純正、まあ、メッキのシルバーのメッキ調になってるんです。それがブラックになるんで全然表情が変わりますよね。基本的に今回脱着外す作業になるんで、外す作業に関しては一番低かったり高かったりするとやりづらいじゃないですか。なので腰の高さぐらいっていうのが基本になってきますので、腰の高さまでジャッキアップ、車を宙に浮かせた状態になってますね。これで保護が完了しましたので、はい、今からバンパーを外す作業に移っていきます。はい、はい、じゃあそれじゃあボンネットをまず開けましょう。ここのネジですね、はい、これをまず外します。4個、あ、5個、5個です。はい、それで OK。 めっちゃ早い。はい、はい、簡単。そしたらここのクリップを外していくんですけど、はい、専用の工具がこういうのがありまして、はい、あ、ありがとうございます。取れました。取れました。で、そしたらこの上が取れるようになるんで、はい、これはもう外しちゃいます。外す、はい。今度はこのフェンダーの中、ここから止まってるんですよ。はい、で ここにボルトが1本いますので、はい、ここのまずマーカー、うん、これを外していきます。田口さん、はい、ネジ外れました。あ、本当ですか、はい、そしたらじゃあバンパーをちょっと勢いよく引っ張ってもらえれば外れちゃうと思うんで、やってみてください。はい、はい、ちょっと、ちょっと勢いよく引っ張ってみてください、はい、せーの、お、いけましたね。おお、すごい。ヘッドライト、ヘッドライト外します。これここと、あと横ですね、大体この辺、うん、で、前へ来て、こっちもかな、はい、うん、でもこれで取れちゃいますね。で完璧です。はい、はい、はい、OK です。お、取れました。取れました。はい、最後クリップがついてましたね。これですね、はい、クリップリムーバー、クリップリムーバー、それで外していきましょう。リムーバー、お、きました、できました。あ、取れた。で、そのまま前にゆっくりと引き上げてもらえれば、こことここの2本の配線を取ってもらえればヘッドライトが取れます。はい、は
はい、こちらです、はい、はい、これで大丈夫です。はい、じゃあはめていきましょう。はい、はい、はい、右側についてるネジ確認して、こっちにも同じように一回手締めで落ちないようにつけていきましょう。はい、はいはい、ちょっと側から軽くでいい、軽くで一回手締めで大丈夫です。はい、とりあえずつきました。はい、次、次はカバーをつけるんですけど、基本的に外すときは電動工具使ってもいいんですけど、はい、締めるときは手回しの工具でラチェットで締めるのが基本なんで、はい、あれ合ってるかな、はい、OK、はい、最初は手で手締めで締めて、初めてやる人は片側ずつやっていった方が、あの正解が片側にあるんでいいと思います。そういうことか。はい、はい、はい、ん、ことは OK、以上でヘッドライト交換できましたね。完了です。はい、じゃあカップランオンして最後、はい、バンパーつけていきましょう。はい、おい、はい、カチッと今で、はい、つけました。はい、じゃあ最後バンパーつけていきましょう。はい、保護、はい、保護ももちろんお願いします。OK です。はい、バッチリです。じゃあバンパーつけます。はめます。はい、はい、はめてくれました完成です。はい、流れた。へえ、流れたんですね。純正ピカピカだったのに。あ、かっこいいですね。流れ星みたいです。新しくてかっこいい。セクシー、かっこいいです。なんか木にシュッとした感じがします。うんうんうん、テールランプ、こちらを赤いものから黒いテールランプに交換していきたいと思います、うん、はい、ここにネジが出てますよね、はい、このネジをついてるものを4箇所外していきます。はい、4箇所あります。4箇所、はい、はい、はい、そしたらコネクタ、これをコネクタちょっと、これ取ります。あ、すごい、はまってる。あ、もっともっと、はい、それだけそしたら新しいテールランプを交換していきましょう。この配線が中に入るように。はい、オッケーかな。はい、オッケー。はい。で、これもう一回ネジをつけていきましょう。はい、この配線を、はい、この純正の配線にカチッと接続して、はい、おしまいです。はい。ついた。つきました。オープニングアクションって言って。はい。鍵を閉めて開けたりするとかっこよく流れたりなんだりするらしいんで。流れるやつだ。ちょっと見てみましょう。はい、お、おー、消える時もこうなるんですね。なりますね、すごいですね。開けてみます。はい、あ、開ける時は内側から外側なんだ。そうですね、へえ、すごいかっこいいですね。ボディが白よくて他のところが黒いから、なんか思ってたより一体感が出るっていうか、まとまって見えますね。はい、じゃあ続いてはマフラーの交換始めていきたいと思います。はい、で今回が藤坪さんのマフラーつけていくんですけど、はい、バルブがついていて、はい、音量の、調節ができるそうなんですよ。へ、はい、でそれではマフラーの
ついてるネジを外していくんですけども、はい、後ろから外していきます。あ、硬っ。動いた、動きました。動きました、はい。で最後は多分手で取れちゃうと思うんで、手でやってみます。取れました。取れましたね。これ外すんですけど、はい、専用のこういうマフラーハンガー外しっていうのは、新しいマフラーハンガー外し、はい、はい、ブッシュ、マフラーっていうのはこのブッシュですね。ここの黒い部分、ここについてるんですけど、はい、これをこの特殊工具で掴むことによって外せるんです、はい、なのでちょっと試しにやってみてください、はい、押し出すみたいな、はい、押し出すみたいな感じですね、はい、握ってもらえれば、おっ、そんな感じです。これ取れました。これでも取れてます。これでも指で、はい、こうやって、あ、取れた、取れましたね、はい、これを4箇所やればそのまま もう取れちゃいます、はい、じゃあ最後の1つ、はい、頑張って外してみてください。はい、いきます。はい、お、取れた、取れたかな、はい、はい、外れました。お、いるんだ。回りましたね。そろそろ手で取れるかな、もしかして。このバネみたいな一体化してたんですね。一体で取れます。あ、取れました。じゃあ最後この中間マフラー、はい、取っていきます。はい、ほい、お、取れました。お、取れた。あ、なんかすっからかんになった。すっからかんになっちゃいますね。はい、じゃあそしたらこちらが新品のマフラー。かっこいい。どうですか、かっこいいですか。かっこいいです。光っててかっこいいですよね。キラキラしてます。見る感じ、おそらくオールステンレスのモデルになるんで、はい、やっぱそれ素材によって音って変わってくるの。変わりますね。へー、テールパイプもステンレスの磨き込みになってかっこよくなってますね。かっこよくなってますね、うん、これからつけます。はい、はい、持ってもらって、さっき外したように、はい、ここのところにゴムを差し込んでいい感じです。はい、はい、最後1個頑張ってつけてみましょう。はい、あ、いける。お、もうちょい銀色のが見えてきた。見えました。はい、はまった。これです。はい、すごい。これぐらい、これめっちゃ硬く締めた方がいいですか。うん、このくらい大丈夫、多分大丈夫。締まりました。 OK ですか。はい、硬いです。 OK です。完成です。完成。そしたら最後は音の聞き比べ、はい、してみましょう。楽しみ。はい、じゃあ早速、はい、マフラーついたんで、よっしゃ、エンジンかけてみましょう。はい、かっこいい。わかりますか。かっこいいですね。かっこいいね。音が全然違う。見てる。踏んでみるか。ちょっと踏んでみます。やばい。でもこれって静かな夜にお家帰ったらちょっと気まずくないですか。確かに。バルブがついてるんですけど、今開いた状態なんですけど、このボタン一つでバルブを閉めるのができるんですね。今オープンの状態にしてます。でクローズにしてみますね。せーの。お、全然違う。全然違いますね。外で聞いた方が違い分かりますね。分かりますよね、うん、へー。お疲れ様でした。お疲れ様です。楽しかったです。大変だったけど、めちゃくちゃ変わりましたね。かっこよくなりました。だいぶかっこいい、セクシーな感じに、セクシーな感じに、はい、なってきましたよね。なってきました。はい、では残り1回、はい、頑張ります。頑張りましょう。お願いします。お願いします。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。またね。
はい、3回目のキーワードはせーの、ショー、ショーだよー。